続いては特集です。今回は3月3日に開催されたアラ防災2018の模様をお送りします。リポーターの長島さんが参加してきてくれました。それではどうぞ。南千住野球場にやってきました。今回はこちらを会場に開催されるイベント、アラ防災2018の模様をお伝えします。3月3日南千住野球場で開催されたアラ防災2018。子どもから大人まで誰もが楽しみながら防災について学べるイベントです。今回で3回目の開催となりました。地域防災担当課長の森田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のアラ防災の特徴はどんなところでしょうか。はい、まずですね、このアラ防災の中で防災体験のプログラムがいっぱいあります。でそれを体験していただけるとポイントがもらえて、でそれを、おもちゃに交換できるとかですね。であとはその体験プログラムの中でも、例えば消火器を使って、的当てのゲームのようなものですね、こういったものをやっていただいて、それでまたポイントがもらえるとか、こういったような楽しみながらですね、体験できるようなイベントになっています。体験を通じていろいろ学べていいですよね。はい、そうですね。はい、こういったイベントを通じてどういったまちづくりをしていきたいですか。はい、なかなかですね、普段防災訓練とかに参加しにくい方もいらっしゃると思うんですけれども、このイベントをきっかけにですね、ぜひそういったところにですね、つなげていければと、そう考えています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。イベントには町会や自治会、警察、消防などの関係機関のほか、区立中学校全校に設けられている防災部の生徒たちも参加しました。助けてください、誰か助けてください。オープニングを飾る震災演習です。防災部の生徒も加わり、瓦礫の下敷きとなった人の救助活動が行われました。防災部の生徒は三角巾を使って怪我人を処置、防災区民組織と連携して怪我人の搬送を行いました。消防隊は救助犬と消防団とともに取り残された方の捜索に当たりました。発見後は陸上自衛隊も加わり、瓦礫を取り除きながら怪我人を救出。最後は火災が発生したとの想定で一斉放水が行われ、素早い連携を披露しました。防災体験プログラムが行われている一角にやってきました。こちらではゲーム感覚で防災について学べるさまざまなプログラムを体験することができます。多くの親子連れでにぎわっています。会場には水消火器を使った的当てゲームや紙食器作りなど5つの防災体験プログラムが用意されました。各プログラムの運営は中学校防災部の生徒が務め、来場者に防災の知識や技術を教えてくれました。毛布で短歌タイムトライアル、皆さんはどこの中学校なんですか。諏訪台中学校です。こちらではどんな体験ができるんですか。このコーナーでは怪我をした人を毛布を使って運ぶ方法を学びます。はい、では早速よろしくお願いします。はい、お願いします。まず運ぶ前にどうしたらいいんですか。はい、まず毛布の端を糊巻きを巻くようにくるくると丸めます。毛布の端、ここですか。はい、小さく、なるべく小さく、小さく、はい、
次に丸めた部分を上から掴みます。上から掴む、はい。続いて掛け声をかけて持ち上げます。はい、せーの。おお、結構重い。運ぶときは1212と声をかけながら進みます。では一旦下ろしてください。はい。お、すごい、結構重いんですね。はい、なんか前にこう引っ張られるような毛布と体が。おお、意外と重い。これは6人じゃないと持てないですね。運ぶときは怪我人の足を前にしてお互いに掛け声をかけながらゆっくりと進みます。ではゆっくりと置いてください。はい。無事に運べました。いや、結構もともと持ち上げた時点で重かったですし、運んでいるうちに毛布がずれてくるので、初めにこうしっかり毛布を巻き込んでおくことがすごく大事なんだなというのを感じました。いや、足から運ぶんですね。はいはい、知らなかった、勉強になりました。ありがとうございます。皆さんはどこの中学校なんですか？南千住第二中学校です。そしてこちらではどんなことを体験できるんですか？骨折の応急処置をやってます。はい、骨折の応急処置。そしてこちらクイズですか？はい、クイズです。はい、腕を骨折している人を発見しました。まず折れた骨を支えるものを用意しないといけません。何が使えそうですか？骨折、腕が折れてる。割り箸？細すぎますか？なんだろう、使わない。教えてください。はい、答えは骨折した骨の関節から関節までの長さがあって硬いものを用意しましょう。折りたたみ傘、あと丸めた雑誌や新聞紙も使えるんですね。代用できるものが分かったところで、実際に骨折した時の応急処置を教わりました。まず、添え木になるものを用意します。今回は折りたたみ傘を使おうと思います。はい、失礼します。この後にネクタイなどの、まあ、長いもので2箇所固定したいと思います。しっかりと止まります。タオルや衣服を使っても構いません。大きいものは適切な大きさに裂いて2箇所でしっかり固定しましょう。で、このままだとここしか固定できてなくて、ちょっと動かすこともできるじゃないですか。で、もっとしっかりと固定するためにビニール袋を使いたいと思います。ビニール袋ですか？ビニール袋のここを切っていただいて、はいはい、あ、サイドを切るんですね。はい、両サイドで、ここに首を、はい、組み立ててもらって、ここ腕を中に入れてもらうと固定できる。固定されました。すごい、折りたたみ傘とネクタイ2本とビニール袋、これでしっかり安定感があってしっかりと固定されています。さらに体に布を巻きつけて腕を固定するとより安定させることができます。さっきよりは動かなくなってしっかりと固定ですね。よりしっかり固定されて安定感が増しますね。これで応急処置は終わりです。はい、ありがとうございます。自衛隊のブースにやってきました。今回このイベントでは自衛隊のカレーを食べることができるということなんですが、どんなカレーなんですか？今回はですね、区の方から食材の方を受領しまして、それでうちの炊事車で、カレーを作っております。すごく大きい車ですよね。はい、実際に東日本の時でもこれを持って行って、調理の方をさせていただきました。今回のカレーの場合だと、はい、1回でどれぐらいの人数の量が作れるんですか？1回でですと主に200人を45分で、可能ですね。被災地に赴かれた際にはどのような思いを込めて作っていらっしゃるんですか？はい、
我々一人でも多くの方にですね、温かいご飯を食べていただきたいという思いが一番強くありますので、皆さんの期待に応えれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。これから中学校の防災部に所属する防災ジュニアリーダーの生徒たちが日頃の活動の成果を披露する防災トライアルが行われます。防災トライアルは防災部の日頃の活動成果を発表する場として開催されました。各中学校の防災部から2人ずつ参加し、2校がペアとなって怪我人の応急手当と初期消火をリレー方式で実施しました。これから防災トライアルの第2回戦が始まります。さあ始まりました。まずは椅子に座っている方の応急処置から頭と腕の手当てを早く終えた方が次のステップに進みます。さあどちらの旗が先に上がるでしょうか。お、手前の1レーンのチームが先に応急処置を終えました。そして放水に移ります。ホースを伸ばして準備が整ったら合図を出します。さあ準備が整ったようです。さあ今ホースに水が送られています。そして放水、あのプレートを倒せば完了です。あっという間に倒れました。そして第2レーンは今放水の準備をしているところです。さあ今ホースを伸ばして走っています。さあ準備が整ったようです。そしてホースから水が送られます。そして放水、あのプレートが通れれば、第2レーンもプレートが通れました。防災トライアルに参加した諏訪台中学校のお二人です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。トライアルに参加してみていかがでしたか。緊張したんですけど、やっぱりまあ勝ててよかったです。レースの出来はどうでしたか。まあ結構いろんな作業があるので、こう順番通りにできるかっていうのが結構心配だったんですけど、まあ順番通りにできてよかったです。じゃあ日頃の練習の成果は生かせました。はい。そして今回のイベント、皆さん準備運営にも携わっていると思うんですが、どうですか。看板作るとかやることいっぱいあったんですけど、みんなで協力してできてよかったです。今まではこう指導される側の立場だったので、まあこういった形で指導する立場になれたことはいい経験になったと思います。この他にも会場には消防、警察、事業所などの体験型ブースが設けられ、多くの方が防災について学んでいました。今日はご家族でいらしてるんですか。そうですね、はい、今日こういうイベントがやるっての知らなかったんですけど、娘が参加してるんで、それで知ってちょっと来てみようかなっていう形で今日は参加しました。防災のイベントで活躍する中学生、いかがでしょうか。そうですね、娘、まあ、頑張ってるんで、まあ、応援しようかなとは思いますけど。今回はアラ防災2018の模様をリポートしてきました。迫力ある消防演習や防災トライアルを見て、またさまざまな体験をして楽しみながら防災について学ぶことができました。一人一人がその意識を持ち、助け合いながら防災に強い町荒川を作っていきましょう。長島さん、ありがとうございました。いざという時に備えて防災体験をしておくことはとても大切です。日頃から防災について考えるようにしましょう。以上、特集でした。